ティーチングプロの塩見です。今日もちょっと打ちながら説明をしていきたいんですが、今日のテーマは何かというと脱力についてですね。確かに脱力っていうとあの大切なことだなっていうのはもちろん皆さんご存知だと思うんですけど、ただ脱力しすぎてミスする人もいるんだよっていうお話を今日はお伝えしたいと思います。さあ、でもその前に脱力しなきゃいけないっていうポイントを一つお話ししておきたいんですが、もうこの症状ですね。 <laughs> まあ俗に当てに行くとかこのクラブを振るっていうこの運動に対して普通はクラブ倒れてから来るんですけどこれをもう無視して直線的に当てに行くってやっちゃう人にとってはもちろん少し脱力力を緩めといてこの倒れるという今こう倒れる運動は勝手に行われてます。これは、うん、うんっていう力を入れなくてもそっちにクラブが行こうとするのでこういう運動ですね。 っていう中で、もちろんこの脱力、大事なポイントではあるんですが、本題に戻していくと、あ、その方はまずこの脱力のクラブのこう、自然にも長いものを振るというタイミングはしっかり覚え直してくださいね。ただ、やっぱりレッスンをしていて、かなり多いパターンが、柔らかすぎちゃうんですよね。じゃあ、柔らかすぎると起こる悪いポイント一つお伝えしたいと思います。それが、腕遅れになります。 ここから下半身リードをしていたた時に当然クラブって普通こっちに引っ張ってる状態なので本当に脱力全部グニャグニャにしてるとで下がりすぎちゃうんですよね下がりすぎちゃってその状態でいくといくら体回しても当たりませんとかインサイドアウトでエネルギーが抜けちゃうとか今みたいにトップするとかねじゃあそうなるから急に体を止めてってやらなきゃいけないとか こういうリカバリーが必要になったりするわけですね。なので、確かにクラブの運動を感じるという意味で脱力は正しいんですけど、腕っていうのは、ある程度、皆さん聞いたことありますよね。三角形。リアルに動画チェックするときは、この、前腕っていう、この、ここの三角形でチェックは、チェックしていただければいいんですけど、イメージ上では、 結構この大きな三角形ですね。をキープするイメージ。持っといていただきたいんです。じゃないと、自ら右肘曲げてこうやって柔らかいイメージをしちゃったときに、腕遅れ、プラス、そう、もう一個お伝えしたいところ忘れてました。こうなった時に体回すと、わかりますこれ近回りって僕言ったりするんですけど、手が 当位置であれば体のターンで行った時に、ここに手が降りるので、ここから左フルスペースがちゃんと存在するんですけど、近回りをすると脱力して、ニャンって近づいちゃいました。このまま体回しちゃったらもう手ここに来るんですよね。そう。これに近いような状況になっちゃうわけです。これ脱力してますよね。脱力して、近くなりすぎて体回しましたと。こっから打つためには、こて当てに行くしかないという。結局、 手が脱力、柔らかくなりすすぎてしまうことによよるるエラーもたくさんあるんあですよねなので脱力脱力って思ってご自身の動画チェックする時にここが近すぎたりとか後ろから見ていただいた時にこの肘ですねがこの服のこの縫い目のこっち側に肘が落ちている場合は逆に腕をもっと固めていってほしいんですよね。 じゃあ今日のこの前半のお話でご自身がなかなかうまくなれない理由が腕が柔らかすぎるからだと気づいた皆さんに練習方法をお伝えしたいと思いますそれは何かというとロボット打ちです <laughs> もちろん練習器具とか使っていただいてもいいんですけど波動圏って言って下にエネルギーをずっとこうやって突っ張っといてほしいんですと突っ張っといて突っ張っといてってしてもクラブのエネルギーの影響でもちろん おそらく肘がぐにゃーってなってるタイプの方だと、ロボットイメージで打っても、ここの時に肘のクッションが入ってこれぐらいで収まったりするんですよね。で、この時にチェックしてほしいのが、この実際大きな三角形は多少潰れていても、先ほど申し上げたおるこの前腕っていうここでできた三角形ですね。これが広がってないかをチェックしてあげてください。さあ、ロボット打ち、ロボット打ち、極端にだ、これぐらい。 これぐらい大きな三角形をキュッてこう下に潰れないようにして右左で打つと。もちろん今ぐらいの映像が撮れても、お、ちゃんと崩さずにできたなと。それをどん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 大きくスイングをしていく過程で、少し普通のスイングっぽくなりましたよね。もちろんそれを動画でチェックしてくださいね。本当にロボットになるとこれはこれで良くないので、その中でロボット感覚で打ったときに、 意外とさっき申し上げた通り少し肘は曲がっててもあちゃんと三角形キープできてるわって映像になってきたらそれでいいってことですね確かに柔らかく最初に申し上げた通りこり柔らかくやりましょうっていう考えも一つあるんですが実はこう柔らかいこう肘の畳みとかがやりすぎてミスしてるまあ上級者プロとかも意外と多いのでそのために突っ張り系肘が潰さない系の練習器具っていうのは 実はいくつか存在するわけですね流行ったりもしましたねさあ皆さんも今今日聞い,て聞いていただいてあ、逆に自分が柔らかくしすぎてエラーを肘腕遅れとか近回りですねしてる方いらっしゃったらぜひちょっとロボット打ち挑戦して動画をチェックしてみてくださいちょっと違う世界とか違う感覚が生まれてあ、だからこういう練習器具ですね そういう腕が曲がんない系の練習器具は存在するんだなっていうのも理解できると思います。ということで今日の内容は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。内容が良ければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。